アンドレア・ポラックはドイツ民主共和国出身の競泳選手である。彼女は1976年のモントリオールオリンピック、1980年のモスクワオリンピックで金メダルを獲得している。メクレンブルクイコールフォアポンメルン州、シュベリーン出身。1976年、カナダ。 モントリオールで行われたオリンピックに15歳で出場。200メートルバタフライと400メートルメドレーで金メダル、400メートル自由型と100メートルバタフライでも銀メダルを獲得している。4年後のモスクワオリンピックでも400メートルメドレーで金、100メートルバタフライで銀を獲得した。また、1978年6月3日に 女子100メートルバタフライ長水路世界記録、翌日に200メートルバタフライ長水路でも世界記録をマークした。その後はベルリンにあるオリンピックトレーニングセンターにて理学療法士として勤務していた。1987年に国際水泳殿堂入り。だが、1998年、ポラックを含む数人の競泳選手がドーピングを受けていたことが、 医師やコーチによる告発によって発覚した。息子のミヒャイル・ピンスケは柔道選手で2008年北京オリンピックに出場している。2019年3月13日、ガンを罹患していたポラックはベルリンにて死去した。57歳ボーツ。ありがとうございます。